写真拡大。プロ野球の年間表彰式 NPB アワーズが26日東京都内のホテルで開かれ、本季の最優秀選手 MVP にパ・リーグから西武の森友哉捕手24が初選出された。入団時の目標、打てる捕手を6年目で体現した。攻守ともにチームを引っ張った森だが、壇上でのスピーチは苦手の様子。大変嬉しく思う。来季はより一層チームに貢献できるように頑張りたいと、緊張の面持ちで受賞の喜びを口にした。今季のチームは正捕手の隅田に、昨季127打点の浅村、エースの菊池が抜け、苦戦が予想されていた。24歳の成長がなければ連覇は難しかっただろう。今季は135試合に出場、正捕手として投手陣をリードした。守備の負担が増す中、打撃では昨季を上回る好成績を残した。打率329をマークし、パ・リーグでは1965年の野村克也、南海以来となる捕手での首位打者のタイトルを獲得。105打点を挙げ、勝負強さも光った。チームは本季クライマックスシリーズ CS を突破できなかった。半田沙也加